において、上から3番目のリーグであった。2007から08シーズンまでは、セリエ C1 と呼ばれた。A、B の2つの二郎根で構成され、A に17チーム、B に16チームが所属、リーグ全体では33チームが登録されていた。1935年に発足したセリエ C は、登録チーム数の増加に伴い、1978年に、 セリエ C1 とセリエ C2 に分割され、2008年に再び改組された。2014から2015シーズン、レガプロセコンダ・ディビジオネと統合し、新たにレガプロとして3次ローネ60チームのリーグとなった。各ジローネの上位1チームはセリエ B へ自動昇格となる。さらに各エリアの2位から5位のチームでプレイオフを行い、 各エリアで勝ち残った1チームも、セリエ B へ昇格する。2013から2014シーズンは、レガプロセコンダ・ディビジオネと統合されたため降格なし。2012から2013シーズンまで、計6チームが降格となるが、各エリアの再開は、セコンダ・ディビジオネ、自動降格となる。さらに各エリアで14位、VS17 位、15位、 VS16 位のチームが、プレイアウトを行い、それぞれの敗者にチームもセコンダディビジオをね、降格となる。リーグ分割後の優勝クラブ。分割前の1935年から1978年まで、2014年の、斉藤後後は、レガプロを参照。ありがとうございます。